都市の隙間を縫うように建設された首都高速道路都市高速道路とは日本の都市計画法に規定されている都市施設の一つで国内の6つの都市内に所在する自動車専用道路であるすべての道路について ETC などによって通行料金は課金されている首都高速道路首都高速道路首都高速道路名古屋 高速道路阪神高速道路阪神高速道路、広島高速道路北九州高速道路、福岡高速道路日本の東京、名古屋、大阪、広島、北九州、福岡の6つの大都市圏に所在する都市内の道路交通を円滑にする目的で建設された自動車専用道路のことで高速自動車国道とは区別されている。 海外においても都市内に高速道路は存在し、基下構造や運用において差別化されている例は存在するが、都市高速道路という用語は日本独自のものである。道路法上は都道府県道、または指定指導である。単に都市高速とも呼ばれる。また、地域高規格道路の概念ができてからは、地域高規格道路に自動的に指定されている。都市高速は、 道路構造例で定められている第二種の規格で設計されている。都市内においては、用地確保の問題から規格が都市間を結ぶ高規格幹線道路の第一種に比べて低い規格である。ただし、これは都市内を通過する高規格幹線道路においても同様である。一般道路の上や河川の上に高架で建設されていることが多いことから、 一般の高速道路と比較してカーブが多い。また、制限速度も本線に合流するまでの助走距離が短いことや、騒音問題の観点からも、制限速度が50時速60キロメートルの区間が多い。信号機付き交差点を持つ路線も存在する。流入部や流出部も他の高速道路は原則として左側合流に統一されているが、都市高速では、 土地制約から統一されておらず右側合流となる場合がある。また、大半の場合、一般の高速道路に設置されているようなフル規格のインターチェンジはなく、ハーフ IC、クォーター IC となっている出入り口も数多い。高速道路とは高速道路株式会社法に規定される道路のことであり、その中で自動車専用道路と同等の規格及び機能を有する道路として、 都市高速道路が位置づけられる。また、国及び地方公共団体以外の公益法人が事業に当たっており、道路整備特別措置法においては、ネクスコ三社や首都高速道路および阪神高速道路株式会社のように、会社が管理している会社管理高速道路と、その他の地方道路公社によって運営されている指定都市高速道路と分けられ、 共に料金を徴収することのできる道路と位置づけられる。都市高速道路は、透明高速道路などの高速自動車国道と比べると、有料道路である、自動車専用道路である、中央分離帯で、往復交通が区別されている、立体交差であるなどの多くの共通点を持つ。その一方で、国道ではない、インターチェンジがない、サービスエリアがないなどの違いが挙げられ、 規制速度の低さや、線形の悪さから、旅行速度が低くなる。名は高速道路とつくが、本線と合流するまでの助走距離が短い、ため十分な加速ができないことや、車線幅は高速自動車国道よりも狭く、作られているため、多くの区間で、制限速度が50時速 60km と低く、設定されている。地下構造や運用については、都市高速道路だけではなく、 旧区分の差はあるものの都市内高速道路に共通する特徴である。日本初の都市高速道路は1962年に京橋芝浦間が共用された首都高速道路で1964年東京オリンピック開幕の2年前、名神高速道路が開通する1年前に誕生した。これに続いて1964年に阪神高速道路、 1979年に、名古屋高速道路、1980年に、福岡高速道路、北九州高速道路、1997年に、広島高速道路が順次開通し、5都市県で供用されている。これまで、多くの都市高速道路では均一料金制を採用し、料金所建設のコストや、料金所での渋滞の回避などのために、細かな課金がされていなかった。 そのため移動距離によって不公平感のある価格体系とされてきた。広島高速道路では他の都市高速道路に先駆けて2010年4月26日から大距離料金制を採用した。料金所の設置スペースに余裕があるため入り口で通行券を発券して出口で料金を収受する方式とすることにより ETC を利用しない自動車にも 大距離料金が適用されている。首都高速と阪神高速では、路線網の拡大により、利用距離のばらつきが大きくなっていたが、2008年には ETC の利用率が80%近くとなったことから、距離別課金への変更が検討された。しかし、ETC を持っていない人や長い距離を移動する利用者には値上げとなるため、経済状況の悪化もあって、 導入は見送られてきた。沿道関係自治体との協議の結果、料金券の廃止、上限料金の設定、各種割引、ETC 設置助成キャンペーンの実施により、利用者の負担増を抑えることとして、2012年1月1日から、首都高速と阪神高速でも、大距離料金制が採用されることになった。2021年5月1日からは、 首都高速と阪神高速に続いて名古屋高速においても大距離料金制が採用された。日本の都市内の旅行速度は世界的に見ても低く都市高速を利用することで都市内の混雑を避けることが可能になる。また移動距離が長いとリップの車両が都市高速を利用することで街路の混雑が緩和されることも多い。ただし一般道路とはランプで 数キロ沖きに直結されるため、一般道路の交通状況の影響を直接受けることになり、一般道路が渋滞すると、都市高速道路もたちまち渋滞に巻き込まれるとの指摘もある。都市高速道路の多くは、用地確保の難しさから、ビルとビルとの間や、河川の上に建設されている場合が多く、景観の問題が指摘される。そのため、最近では、 トンネルによる建設も行われている。歴史的建造物であり、日本道路原表があることでも知られる日本橋は、首都高速道路の高架下にあることから景観を損ねているとして、高架を移設して、かつての都市空間を取り戻そうとする動きも出ている。都市高速道路は、人口約100万人以上の政令指定都市と、その周辺都市に集中している。札幌市は、市内には、 道自動車道と札尊自動車道が通過しているものの都市高速道路網は存在していない。地元から都市高速道路の建設を望む声も出ているが他の大都市と比べて既存の一般道路の福音の平均が最も広く道路事情はさほど差し迫る問題となっていないことや積雪時の道路管理に莫大な費用がかかってしまうため都市高速道路は建設されていない。 仙台市も都市高速道路網は存在していないが仙台市都心部を中心として広がる DID を取り囲むように通る総延長 58.9km の環状の有料自動車専用道路仙台都市圏環状自動車専用道路が存在する5つの高速道路の各々の一部または全部によって構成されるため仙台都市圏高速環状ネットワークとも呼ばれる 公式愛称はぐるっと仙台。2010年3月27日に全線開通した。政令指定都市の都市圏域に設置された環状自動車専用道路としては全国で初めての全通例である。熊本市も都市高速道路網は存在していないが、熊本市内には花園インターチェンジから下鈴川 IC までの間を通る地域高規格道路の 熊本西環状道路が存在する。2019年6月7日には市長の大西和文が熊本都市圏における交通渋滞を緩和するために立体構造からなる連続高架道路の整備を本格的に検討することを明らかにした。ただし大韓民国には都市高速化道路と呼ばれる自動車専用道路があり、これのうちには 富山第二都市高速道路のような有料道路もある。原則は都府県道または政令市道だが阪神高速道路と首都高速道路には一般国道も計画されている。なお都内では開通3年前の1959年に東京高速道路が部分開通しているが道道路は一般自動車道であり都市高速道路ではない。道区間が 都市高速道路に転換されたのは1991年3月31日である。このため、同区間は最古の都市高速道路ではあるが、日本初の都市高速道路ではない。北九州高速4号線は1991年3月31日に、日本道路公団から北九州道路、北九州の大型道路の移管を受けた路線であり、 移間から1993年3月31日までは4号線のみ、大距離性料金が維持されたが、同年4月1日にた路線と合わせた、均一料金制に移行し、出口料金書は撤去された。ただし、ETC 車限定の社会実験として、短距離では高い割引率、長距離では低い割引率とする割引を実施したことはある。首都高速道路が、 低速道路と国評されるゆえんである。2014年12月末時点。ABCDEFGH 浅井賢治2015、P98 浅井賢治2001、ピアニッシモ6061、高速道路株式会社法、第2条、第2項 ABCD 浅井賢治2001、P60AB 浅井賢治2001、 ピアニッシモも、60から61、吉井敏夫、桑原正夫、森田博士の、都市内高速道路における、下方はネットワークシミュレーションモデルの開発、交通工学、ナンバー30、ボリューム1、交通工学研究会、1995.01、中村秀樹、大口隆日本の交通要領、サービスの質に関する研究展望、 第33回土木計画学研究、講演集、ボリューム33 CD、CD r o m 2008.11、浅井賢治2015、P99、会社遠隔。首都高速道路株式会社ウェブサイト。首都高速道路。2015年12月19日閲覧。都市高速道路開通30周年福岡、北九州高速道路公社40年市。 浅井賢治 2015P100 ありがとうございます。